あなたも着物美人に、着物と色で人生を豊かにする柴田智子です。私のチャンネルでは着付けの仕方や帯結びや色についてご紹介しております。よろしかったら他の動画もご覧ください。チャンネル登録もお願いいたします。今日は訪問着や付け下げ、色無地にもお使いいただけます帯結びをご紹介いたします。角出し風ですが、何枚も重なり合うお羽が縁起が良く、帯の良さを引き立てます。どうぞご参考にされてください。手先と垂れ先を交差し、仮紐で押さえております。手先は最後に使いますので、少し前に預けております。垂れの際を開いて、なるべく布目を整えられてください。片方だけですね、少しお羽の、タックを取りですね、帯幅を少し狭くいたします。中央でもいいですし、少し左側になるようにこのタックを取っております。できましたらこのまま手幅一つぐらいで折り返し、折り返したところですね。このお羽が一番上に来ますので、なるべくですね、ここの際の布目がガタガタしているところが見えないところにまでを三重カルひもに通されてください。三重カルひも3本すべてに通していきます。三重カルひもを少し強めに押さえられておいてください。このように一つ目のお羽を作っていきます。そのまま二つ目のお羽を作ります。この三重カルひもから手幅一つぐらいですね、先ほどよりも少し長さが出るようにお羽を作ります。この時はすべて広げられても結構です。できましたら三重カルひも2本ですね、通していきます。手前側2本に通しております。この時に三重カルひもの幅よりも帯幅の方が少し広いですので、ここ内寄りに返せたら少し帯を幅を整えられてください。今1枚2枚できたところです。これもお羽の長さですね、この返す長さっていうのはお好みでもありますし、帯の厚みとかによりも関係します。帯が硬い場合は少し長さがないと帯が安定感が出ませんので、このお羽の長さというのは少しずつ長くなるというふうにされて、あとは帯で加減されてください。帯の硬さなどで加減されてください。できましたら3つ目のお羽を取っていきます。今のお羽よりも少し出るような形ですね。で、お羽を折り返し、三重カルひも1本に下から上に通していきます。1枚2枚3枚という風にできたところです。できましたら枕をですね、この位置にされてください。ここもですね、帯幅が少し三重カルひもから飛び出しますので内寄りにしておきます。ここに枕をいたします。枕はあまり高くない方が、大きすぎない方が、よろしいかと思います。飾り帯揚げをかけます。枕と下は帯幅は整えられてください。この3段のお羽が、少しずつ長くなっていることを確認されてください。できましたら手先をですね、一旦後ろに回し、垂れの裏側を通して、この幅ですね、帯幅から 2,3 センチ出るように、されてください。で、左側余りはですね、根元に向かって折り返
中に収められてください。できましたらこのままですね、帯締めを当てて、これがぐーっと上に上がって帯の中心あたりになるように、はい、帯締めを前に回して結んでいきます。タレがですね、約この下10センチぐらい出るようにされてください。ではあとは形付けです。角出しの出先は手前側に立体的になるように少し倒して、ボリュームが、立体感が出るようにされてください。それから三重仮ひもを脇の方から確認され、端の方のですね、布目がおかしいところがないかどうかを整えてください。3枚のお羽が垂れる、角出し風の帯結びです。これで完成です。いかがでしたでしょうか。お太鼓系ですので安定感もあり、とてもスタイリッシュな帯結びです。ぜひ結んで差し上げてください。あなたも着物美人に。着物と色で人生を豊かにする柴田智子でした。ありがとうございます。またお会いいたしましょう。